どうも、哲学徒です。今回はですね、まあ、結構多くの方から聞かれる、ディアブロ3のね、スタートダッシュの、シーズンのスタートダッシュの方法についてお話ししていきたいかなと思います。まあ、今シーズンがまだ始まってないのでね、このキャラクターのところ、通常キャラクターと、ハードコアキャラクターしか選べないんですけども、ここでね、シーズンキャラクターの方と、あとまあシーズンハードコア、どちらかを選んでいただいて、で、まあキャラクターを、作っていただくと。まあ名前とかもね、自分で変えてもらって。で、ゲーム設定の方はですね、まあストーリーモードで上げてもいいですけど、アドベンチャーモードの方がね、レベル上げは楽になるので、アドベンチャーでまず、やってもらうと。感じですね。で、チャレンジリフトの方ね、必ず取っといてほしいっていうことをね、お伝えしてるんですけど、その理由としてはですね、シーズンスタートして直、この、カダラのガチャの方でね、500ポイント、ポイントがもらえるので、500ポイント、チャレンジリフトをやって、得た、血の欠片500で、ガチャをいろいろ引いてもらうと。で、すでに、各職のね、おすすめガチャについては、動画を個別で上げてますが、ま、この動画のね、末尾に、つなげておきますので、まあ、ゆっくり見れるよって方はそちらの方も見ていただけたらなと思います。で、まあ、この状態で一回ログインしたら終了してもらって、この状態でチャレンジリフトに、挑戦してもらうと。で、チャレンジリフトについてのね、解説動画の方はもうすでに上げてありますので、そちらを参考に、チャレンジリフトの方をクリアしてもらうと。で、まあ、クリアが終わったら、またキャラクターを開いてもらうと、こちらのね、チャレンジリフトの報酬の台座の方に、チャレンジリフトの箱の方が入りま、が来ますので、まず、そのチャレンジリフトの箱を入手してもらうと。で、シーズン始まった当初だとね、こういう商人とかが、まだ、訓練されてない状態になりますので、まず、鍛冶屋と、宝石商人と、あと、こちらの宝飾店ですね。この3人のミリアムさんも含めて強化してもらう。で、あとは、ガチャの方ですね。を各職ごとに引いてもらうっていうのが、いいかなと思います。まあ、じゃあ続けて、各職のね、おすすめガチャについての動画をつなげますので、そちらの方も見ていただければなと思います。どうも、哲学徒です。今回はレベル1で狙えるおすすめレジェンダリー、ネクロマンサーということで、お話ししていこうかなと思います。ネクロマンサーの、おすすめのカダラのガチャなんですけど、まずですね、手ですね。手袋の方でエッセンスの掌握が出ますので、こちらをおすすめしようかなと思います。で、ネクロマンサーとにかくですね、コープスエクスプロージョンが強いんですけども、爆発した死体が1体以上の敵にダメージを与えると、コープスエクスプロージョンが6秒の間 170% 増加すると。この効果は最大5回まで蓄積するとありますので、レベル1でね、このエッセンスの掌握引けると、かなり、レベル上げ楽になるかなと思いますので、まずね、カダラのガチャでエッセンスの掌握を狙ってもらいたいかなと思います。で、次にですね、もし血の欠片残ってたら、指輪の方を引いてもらうと、こちらのね、ネイラジェの指輪が出ますので、こちらも結構強いですね。スケールを使用するごとに多くのスケルタルメイジを呼び、返らせ、持続時間が2秒延長されるという効果ありますので、まあ、まずエッセンスの掌握を狙って、余ってたらネイラジュの、指輪狙ってみると、いいかなと思います。はい、ネクロマンサーについては以上になります。どうもありがとうございました。哲学徒でした。どうも、哲学徒です。レベル1から狙える、レジェンダリーアイテム。今回は文句編ということで、文句の場合はですね、まず、カダラガチャで狙ってもらいたいのが、まず、足の方ですね。ブーツの方で、リベラダンサーズと、あとね、粗末すぎるブーツがレベル1から出ますので、ここら辺がおすすめかなと思います。リベラダンサーズの方が、疾風脚の攻撃速度が 50% 上昇し、与えるダメージが 258%、増加すると。で、次、粗末すぎるブーツがね、送信使用時に、2体の戦士が召喚されると。
送信のダメージが 177% 上昇し、アクティブな状態で攻撃できる、時間が長くなるということで、まあ、このね、2つのどっちかを、引いてあげるのがいいかなと思います。で、次、ワンコーですね。血の欠片残ったらワンコー引いてもらって、一つがですね、このセザーの思い出というやつなんですけど、敵を暗闇、凍結、スタン状態にした後の5秒間、疾風召喚で与えるダメージが 630% 増加するというやつなんですけど、まあ、これか、あるいは、核弓使いのブレイザーでいいのかな。これ結構強くて、爆裂症の、爆発効果でダメージを受けた時に、爆裂症の効果を与えると。爆裂症のダメージが 75% 増加するという効果があるので、まあ、ブレイザーかあるいはセザーの思い出を引いてもらうのがいいかなと思います。もう一つ、まあ、ピントの埃とかも出るんですけど、まあ、天使を使用時に3秒間だけ敵の移動速度が 80% 低下し、与えるダメージが 132% 増加すると出るので、ここら辺を引いてもらって、で、あとですね、まあ、いらない方を、こっちのね、家内のキューブの、パワーを抽出でね、抽出してもらうっていうのが、いいんじゃないかなと思います。今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。どうも、哲学とです。今回はですね、レベル1で、弾けるおすすめレジェンダリー、ウィッチドクター編ということで、ウィッチドクターはですね、レベル1で、カダラガチャで回してもらいたいのが、魔除けの方なんですけども、死者の視線っていうのが、レベル1から、確定で出ますので、結構おすすめかなと思います。で、魂の波動のダメージが 136%、上昇すると、これ、最大で 150% でつくのかな?つくので、結構おすすめですね。136% 上昇すると。魂の波動に亡霊のルーンの効果がつき、持続時間が2倍になり、マニトゥーの、亡霊の攻撃速度が上昇するというのがありますので、まあ、ぜひね、レベル1で始めるときは、まずね、こちらの、魔除けの方ですね、引いてもらって、こちらのね、死者の視線、入手してもらいたいなと思います。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。はい、どうも、哲学とです。今回は、バーバリオンをレベル1から育てるときに、まあ、狙いたいね、レジェンダリー、アイテムということでお話ししていこうかなと思います。シーズンの初めにね、チャレンジリフト残しておいてくださいね、ということをお伝えしてるんですけども、チャレンジリフトやっていただくとですね、このカダラのガチャの、欠片の方がね、500ポイント、もらえるので、まあ、それでね、レベル1でもレジェンダリー狙うことができますので、まあ、ちょっと今回ね、そのおすすめをお話ししていこうかなと思います。まずですね、ワンコーの枠に、最初の人々のワンコー、古の大槌による攻撃速度が 50% 上昇し、与えるダメージが 434% 増加するというのが、出るので、ま、これか、あるいはね、破壊のワンコー、こちらも、出るんですけど、サイズミックスラムによって、最初に攻撃した、10体に対するダメージは 467% 増加するというのが出るので、まずはワンコーを回してもらって、この二つのどっちかが出たら、まあ、装備してあげるっていうのが、結構おすすめになってくるかなと思います。で、次ですね。まあ、最初の人々のワンコをね、入手してもらえたら、次は、英雄の証ですね。ベルトの枠は回してもらうと、まあ、サンフランの星読みとか、英雄の証出るんですけど、これね、フレンジーに全ルーンの効果が発生し、与えるダメージが 336% 増加するとあるので、まあ、蛮族バーバリアンとかでよく使うんですけども、まあ、フレンジー結構使い勝手がいいスキルになりますので、まあ、英雄の証を次、狙ってもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、あとですね、もし血の欠片が余ったら、指輪の方を回してもらって、こちらの力の指輪ですね、フィリオスチャージ、グランドストンプ、リープを使用すると、8秒間受けるダメージが 65%、減少するという効果がある力の指輪が引けることがありますので、まあ、おすすめとしてはワンコを回して、
まあ、最初の人々の腕行か、あるいは破壊の、腕行を取ってもらって、次にベルトを回して、英雄の証を出してもらうと。で、もしね、それでも血の欠片余ってたら、指輪を回して力の指輪を狙ってみるっていうのが、いいかなと思います。はい、どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。どうも、哲学とです。今回はレベル1で狙えるレジェンダリーアイテム、デーモンハンター編ということで、まあ、デーモンハンターでね、血の欠片を、入手したときに、使える、カダラガチャについてね、お話ししていこうかなと思います。で、デーモンハンターなんですけど、まずですね、狙ってほしいのが、ベルトですね。レベル1で引くと、まあ、ヘルキャットウエストガードっていうのが出るんですけども、こちらがね、グレネードが4回までバウンドすることがあり、1回バウンドするごとに 50% の追加ダメージを与えると。このダメージボーナスは最後のバウンド時には 800% まで増加するという効果がありますので、まあ、結構ね、これをまず狙ってあげるのが、いいかなと思います。で、まあ、ゴールドベルトと、あと、まあ、時系団ベルトもね、出ますので、まあ、ゴールドベルトなんかはゴールドを拾った時に防御力上がるんでいいかなと思います。で、次ですね、腕行で悟りの腕行が出るので、こちらですね、ヘイトレッド生成スキルが5秒間、受けるダメージを 47% を、減少させるという効果があるんで、まあ、ベルトで狙って次、余ったら、悟りの腕行を狙ってあげるのがいいかなと思います。で、バーバリアンじゃないわ。デーモンハンターに関しては、レベル30でね、矢筒枠でね、罪を求めるものっていうのも出るので、まあ、もしね、この2つ、まあ、揃ったら、揃ってまだ、血の欠片残ってるようだったら残しておいて、レベル30になった時点で、矢筒を回してね、罪を求めるもの、を、狙ってみるのもいいかなと思います。デーモンハンターについては以上になります。どうもありがとうございました。哲学とでした。どうも、哲学とです。今回はウィザードでレベル1から、引ける、カダラガチャ、おすすめレジェンダリーということでお話ししていこうと思います。今回はですね、ウィザードの場合は、ちょっとレベル1でね、引けるもので、めぼしいものっていうことで言うと、このね、アッシュナガールの血止めの腕行っていうのが結構強くてですね、障壁の力が、まあ、最大で 100% かな、まで上昇するっていうものがあるんですけど、これね、ウィザードの防御系スキルである守護者の効用とかのね、障壁の力が、100%、まあ、つまり防御力がね、倍になってくれるので、まあ、こいつを引いといてあげて、まあ、序盤の、火力、防御力を上げてあげるっていうのがいいかなと思います。でですね、あとレベル33になったら、オーブの方をね、回してもらって、エッチングが、レベル33からね、解禁されますので、まあ、エッチングあたりを狙うのが、おすすめかなと思います。エッチングね、つけられると一気に火力が上がるので、まあ、レベル30、とりあえずね、ワンコのところで血止めのワンコを出してもらって、で、そのまま、血の欠片取っといてもらって、レベル33になったら、オフハンドの方を回して、エッチングを出してもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。ウィザードのね、オフハンドはこっちの、謎のオーブの方になりますので、間違いないようにしてほしいなと思います。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。どうも、哲学とです。レベル1から、引けるレジェンダリーアイテム、クルセイダー編ということで、今回はですね、カダラのガチャで、レベル1から引ける、おすすめレジェンダリーということなんですけど、クルセイダーの場合は、盾ですね。盾でレベル1で、引ける、レジェンダリーが2つあって、一つがね、ジョハンナの、守護ってやつで、祝福の土で最初の残体に対して与えるダメージが、215% 増加するというのがついているので、まあ、こっちの、ジョハンナの、盾か、あるいは、この拒絶ですね。
スイーパーアタックが命中した敵1体につき、次のスイーパーアタックで、与えるダメージが 118% 増加すると。この効果は最大5体まで蓄積するという効果がついているので、まあ、このね、2つ、どっちかの盾を、まずレベル1の方でね、カダラのガチャで引いてもらうのが、おすすめになるかなと思います。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。